より小さい日本シリーズ、阪神4、サンオリックス、第4戦、1日、甲子園。オリックスはサヨナラ負けを喫した。3失策に9回は四球に2暴投が絡んでの痛恨の失点。中嶋聡監督、54、は反省を促しながらも前を向いた。ミスはありますし、フォアボールももちろんあるんですけど。これだけ絡んで、よく本当にこの点差で済んだなっていう感じの内容だったんでね、大いに反省しなきゃいけない部分もいっぱいある、と話した。さらに、もう自分らが一番わかってるんで、それを取り返そうとする期間が短いんで、それを本当に明日、なんとかやっていきたい、と次戦に目を向けた。9回は1死3塁から2者連続で申告敬遠。4番大山との勝負を選び、本当はね、貯めたくなかったんですけど、ボールを扱えてないと言いますか。ストライクゾーンに入らないっていうのが不安材料に出ちゃったのかなと思うし。まあでも、球自体はいいです、と胸中を明かした。オリックスはゲスパック、サヨナラ打を浴び、とにかく、二人目の打者に四球を与えてしまったのは自分なので。最後は彼、大山、にうまく打たれてしまった。監督がおっしゃるように準備するしかないと思う。